はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いします、はい、ね、毎日は頑張っていきましょうということで、はい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 、今日はね、あのディズニーに行きます。もうなんかもう年間恐ろしい数行ってるディズニー博士をね、連れてきてね、彼がね、来てくれたので、はい、あ、何よ、ワンスアポンアタイムの、うん、今やってるあしゃーってやるやつね、の抽選があるんですけど、うん、これなかなか当たんないやつね。じゃあそれについてちょっと聞こうかな、うん、当たるでね、うん、当たる確率を上げる方法っていうのがあるらしい。まあまああるかもしれないぐらいだね。一応直前の抽選の締め切り時間直前だったら一人だったら当たりやすいかもしれない。はいはいはい、あのなんかこう空いてるとこにポッて入れられる。あ、なるほどね。4人3人で8人の列だったら1人必要ってことだよ。あ、そうですね。だから今は本当に30分前ぐらいだから。そうですね。あとは何、年パスだったら当たりにくいっていう説がちょっとって言われてはいる。はい、年パスです。実際に結構当たらない。年パスじゃん。年パス持ってる。去年のその勝率はどうなの？去年の夏の勝利は3勝8敗だったんですよ。3勝8敗か、結構だな。で今お盆だからもっと確率が低い。そうですね、人が多いです、ね、あいつがね。じゃあちょっと一人ずつやってみます。やってみましょう。はい、で2回目公演、はい、いきます。スタート。あれちょっと、大詰まじで頼むわ。いや、これこうだわ。いや、で、年パスが一番で、年パスの彼が行きます。はい、行きます。あ、そう、頼む。かっこいい。すげえ、全然違うじゃん、ね、言われてることと普通に喜ぶ。いや、すごい、すげえ。あと、お前見てこい、一人で。いいよ、見てきて。なった、めっちゃ嬉しい。よかったな。え、久しぶりに当たったの？久しぶり、今年初めてです。今年めっちゃ嬉しいじゃん。めっちゃ年パス、ワンスもできんの？できます。あ、じゃあそれもやっちゃいましょう、はい、やっちゃいましょう。じゃあちょっとね、ワンスアポンアタイムいきます。何か分かります。いくわ。痛いっす、痛いっす。おぉ、すげー。ローズにかせます。これがね、持ってる人の力です。絶対当たる、うん、早いよ、近寄り方が。いや、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 いや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 、はい、続きまーす。はい、僕、さっきね、当ててるんですよ、ね、なんでね、あると思ってますよね。あれ、1個増えてる。何ですか、これね。ワンマン、ワンマンですよ。え、どれにするの？30分前の放送だったら、第3回第3回します。これ入れるの？これいけると思ってるよ。いくよ。はい。これディズニーで味わっていたくないさ気持ちじゃない？そうですね。ちょっと当たったらすごい。さすがにでも連発っていうのも。いやでも俺だといるから。あんちゃん。さすがに。まあでも行きましょう。はい。ミーと大津はもう当ててるから。おかしい。もう外れるじゃん絶対。絶対外れるじゃん。なんでだよ、なんで胸が。1個も当たんない人いるわけだから、俺とか、うん、いきますよ、うん、おい、俺らすげえぞマジで。みんな当たった。俺らマジですごいぞ。飲み行こうぜ。なあ、飲み行かねえと今日。すごい、これ3人とも1枚ずつ当たりました。すごい。違うでしょ。違うでしょ。すごいな、マジで。全部大津に行かせる。なんか全部大津にあげるんで。だから大津今日全部同じ賞全部制覇。今3つの公演のチケットが1枚ずつ完璧に当たりました。だから都市伝説で言われていた、その締め切りの30分前に一人一人でやったらで、うん、でも年パスは関係なかった。年パスは関係ない。だからその締め切りの30分前に一人一人だと、これ多分確率上がります。めちゃくちゃ上がります。これ1日で、ね、この動画見た人は多分信じると思う、さすがに。いや本当にそう。3枚当たってるわけだから。だからさ、俺らは引かないけど
今日大津は1日で3つの賞、3人グループで行ったら1人がめっちゃいい思い出します。はい、以上今日のミスタマイモンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。すごい動きました。こんなことになると思わなかった。すごい動いたい。